さあ、行くよ。行くぞ。あの人、どうしたんだろう。倒れた。助けないと。急ぐぞ。うん。大丈夫ですか。ああ、助かったよ。しばらく何も飲んでいなかったから。一体なぜそんなことになったんですか。どうしても行かなければならない場所があってね。遠出になることは覚悟していたが、気づいたら体力も限界で、ご覧のありさまというわけだ。そこまで無理をするなんて。一体どこを目指していたんですか。昔花畑として使われていた場所だよ。前はそこで採れる花が祝い用の。では誰かに渡すために。ああ、娘が結婚するんだ。本当は商人から買う予定だったんだが、平民には高すぎる値段でね。そんな時にたまたま昔に放棄された花畑の話を聞いて、こうして取りに来たわ。だとしても無茶しすぎですよ。そうだね、昔からそうなんだ。娘のためとなると後先を考えずに。まったく父親失格だね。いや、確かに心配はするでしょうけど。そんなことはない。あなたの考えを知れば娘さんも必ず理解してくれるはず。メディナ。そうかな。だといいんだが。とにかく家に戻った方がいいですよ。いや、ダメだ。花畑を見つけるまでは帰れないよ。しかし花畑まではそう遠くないはずだから、あとは花をつ…だったら僕たちも一緒に。気にするな。君たちにも目指すべき場所があるんだろ。ありがたいが、それを邪魔するわけにはいかないよ。わかりました。街道からそれないように気をつけて。ああ、ありがとう。大丈夫だよね。本当は家まで送るべきなんだろうけど。目指すのはザッカリアだ。そうだろう。うん、そうだね。あの、はい。この近くで50歳くらいの男の人を見かけませんでしたか。もしかしてさっき見かけたんですね。ええ、ついさっきのことなんですけど。やっぱり花を探すために。父さんたらそんなことしなくていいって言ったのに。父さん？それじゃああなたは。はい、娘です。父さんを探してここまで来たんです。花畑を目指していると思って急いで来たんですが。花畑はここから近いと聞きましたよ。すぐに会えるはずです。確かに距離はそう遠くありません。ですが花畑そのものに問題があるんです。一体どういうことです。その花畑は人里から距離があるため、獣たちが住み込んでしまい放棄されたと聞いています。多くの獣の中には凶暴なものもいるそうなのです。ですが父さんがそのことを知っているとは思いません。大変だ。追いかけて引き止めないと。うん、今なら獣に襲われる前に追いつけるかもしれない。
しかし、そんな危険なことに見ず知らずの方を巻き込むなんて。問題ない。私たちは剣士だ。メディナ、手伝ってくれるのか？もちろん剣技を磨くためだ。獣も多くいるみたいだしな。貴様たちのようなおせっかいとは全く違う。なあ、ありがとう、メディナ。ムカつく。なぜそこで礼を言う。それじゃあ急ぐぞ。
いた、間に合った。やばい、結構強そうだぞ。問題はない、一匹残らず蹴散らしてやる。え、なんか目覚めた。死ぬ気で来い、私が相手だ。程度か。怪我はないか。ああ、ありがとうお嬢さん。無事で何よりだ。本当にありがとう。君たちが来てくれなければ二度と私は。感謝の言葉なら彼女に伝えてくれ。父さん。なんでお前がここに。心配で追いかけてきたに決まってるでしょ。私、父さんがいなくなったらって考えたら。ああ、すまない。本当にまたこうしてお前に会えてよかった。メディノ。私は先に行っている。僕たちも行こうか。ああ、そうだな。それじゃあ二人とも気をつけて。君たちも旅が無事に終えられるといいな。ありがとうございます。待っててくれたんだな。勝手に行ってもすぐに追いかけてくるだろう。それに同行を許したのは私だ。責任が私にもある以上、ザッカリアまでは共に行く。そこでお別れなんだよね。そういう話だったろ。でもメディナも剣士ならザッカリアの剣術大会に行ってるんじゃ。詮索もしない。これも約束したはずだ。そうだね、ごめん。では行くぞ。終わったね。